縁側ってどこのこと？ここここここだよ、ここ。ここが縁側。わかる？なんか知らんけど怒られた。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでちょっと早速お話を。何やってんの？お手伝いのサブローくんは昼間だけなので夜はいないのよね。仕込みかな。お嬢さん寂しいのかい？うん。違う違う違う。何それ、そんなことないわよ。びっくりした。でもサブローくんってたまに夜うちから出前を取って売り上げに貢献してくれるんだよね。いいやつでしょ。あ、もしかしてそれ？頼み事って。知らんけど。それを作るよんかな、今。川に落ちた男の子、助かってよかったな。しんのすけも知ってる子なのかい？知ってる子に似てる子？川に落ちた子はブーちゃんっていうの。しんのすけも気をつけろよ。まあね。めっちゃ走り回りよるし、落ちそう。違うんすよ。キャップに話が聞きたいんすよ。どんなことにも意味がある。恐竜はなぜこの世界にやってきたのか。そこにどんな意味があるのか。まあ意味っていうか、博士が連れてきたんやけどね。でも今は酔っ払ってるから、全然わかんない。てへ。昼間うちの新聞社に来てごらん。面白い話を聞かせてあげるよ。そういえば行ってないな。行かなければ。あ、サブローさん。おったおった。遠いな、サブローさんまで。どうも。お、楽しそうに話しよるな、奥の二人も。今、出前を頼みたいんだけど、ゆうちゃんに伝えてくれるかい？お、ほら、やっぱり、伝えます。じゃあ、ラーメンの出前をお願いします。しんのすけ、ありがとう。出前って何？電話やネットで注文して届けてもらうことだよ。今風に言うと、デリバリー。なるほど。楽しそうね、そこのお二人さん。さて、ここで質問です。ジローさんってどう思う？ジローどう思う？かっこいい。まあまあ、どうでもいい。どうでもいい。そうなんだ。意外だね。まあ、好みは人それぞれだろうけど。お姉さんは結構好きなんだ。おお、まさかのここも。あ、ここだけの秘密だよ。他の人には言わないでね。目の前で大きな声で言ってますけどね。さっき夜空を見ていたら、ブルブルと寒気がしたぜ。今日は本当に悪い予感がするな。このまま無事に一日が終わってくれるといいのだけど。何か事件が起こるんですか、この後。え？もうこの後出前して終わりじゃないん。違うの？とりあえず伝えておこうね、ヨヨコさんに。おーい。出前。ダンシングジロー、サブローさんにラーメン一つ。はい。出前のご用聞き、ありがとう。では、ひとっ走り行ってくるね。お、そこは、まあ、重いか、しんちゃんに頼んだら。確実に。おー。もうすぐそこに見えてるけどね。バイク走らせるほどじゃなくない？さてと、掲示板に書いた食材のお使いはどうなったかな？ここで。気になるお使いの評価を聞いてみましょう。お使いを一つ増やすと、星が一つ増える仕組みです。現在、星は三つです。なかなか。頑張ってるね。マジで、よかった。進んでないんやけどね。ここで、待って、何回ナレーションまでついて。歯は磨いてないです。じゃあ、早く磨いてらっしゃい。あ、そうよ、2階に行きたいんよ、私。よし。お、あった。え、これなんか、見て、本入ってるよ、中に。この中に本あるんやないん。踏み台が置いてあります。踏み台。しんのすけは、それを使って、ドアを開けることができました。イェーイ、やったね。新たな場所へ。なんかすごい、入り組んだ。自由研究、アッソーの虫、ベニボタル、駅裏の小道で発見。ホタルなのに光らない。しかも昼間も元気。
自由研究、アッソーの虫、クズハキリバチ。ロープウェイの山頂ステーションで見つけた。実はすっごい珍しい蜂なんだって。お？もしやこれは捕まえるためのヒントってことかな。そういう感じか？あ、なるほどね。ロフトベッドで、ね、姉妹二人の空間を区切っとる感じやね。まあ、区切っとるって言っても、ここを抜けとるけど。自由研究、アッソーの魚、ヤリタナゴ。大きな扉が見える小川で発見。昔は甘辛い佃煮にして食べたんだって。自由研究、アッソーの魚、タウナギ。ヤリタナゴを探してたら大発見。ウナギなのにウナギじゃないんだって。どういうこと？タウナギ、田んぼにおるウナギとかそういうことじゃない。よくわからんけど。これは姉妹それぞれで魚のこと調べたり、虫のこと調べたり分かれとるってことかな。そして姉妹が使う二段ベッド。上と下、どっちがヨヨコでどっちがララコなんだろう。わからん。私も、昔はね、アスムと二段ベッドで寝よったけど、私が上やったよ。私が上で寝よったよ。こっちはいつまでも行けないのかしら。行けるようにならんかな、あっちも。ねえ、踏み台の中に入っとる本がすごく気になるんやけど、あの中はそのうち見れるんかな。ララコは夜の縁側が好き。しんのすけはどう思う？縁側ってどこのこと？ここここここだよ、ここ。ここが縁側、わかる？なんか知らんけど怒られた。そんな怒らなくても。夜の縁側いいよね。古代九州国の女王ヒヒコがこの地方を治めていた頃の夏の夜も多分こんな感じだったんじゃないかな。うん、わからんけど。でもその頃はきっと昔であれば昔であるほどあれやない？やっぱ電気とかないやろうし、星空が綺麗やったんじゃないだろうかと思うんやけど。私は、しんのすけはそろそろ眠くなってきたようです。あ、ひまちゃんの元気な声が聞こえるけども。お、絵日記。圧送渓谷橋。恐竜に食べられたのかと思ったら助けられただけでした。扉のある河原でミヤマカミキリ。強い顎の持ち主で子供は栗の木が大好物。栗の木。食堂キッチン。中太麺に焦がしニンニク。ヨヨコおばちゃんご自慢のラーメンの出来上がり。あれかな？出前もそれやったんかな？食堂キッチン。ララコの過去の大失敗。50人前って何人分なんだろう。この辺新聞記事になるんやね。知らんけど。一階浴室。意味がわからない独り言。おならと一緒に湯煙の中消えていく。何ちょっとポエムチックな感じで。母ちゃんからの秘密指令。夜サブローさんの話を聞こう。聞いたよ。急いで出前に出ていくヨヨコおばちゃん。恋のスクープ写真かな？お？そして踏み台を使って姉妹の部屋のドアを開けた。踏み台の中に本が入ってたよ。やっぱそこ絶対ヒントになってくるんやって。きっと。おやすみ、しんのすけ。ほら、なんか前回からさ、ララコちゃんが寝かしつけるのが普通になってきたん？あれかな、ミサエもなんか夜更かしして晩酌とかするようになってきたんかな。知らんけど。何？あ、そうよ。このままでは終わらんような、何？新しい恐竜来たんやけど。ねえ、悪い予感がするみたいな言ったよね。次郎さんが。ねえ、新たな恐竜来たよ。増えたよ。おや？悪の博士が、また新しい恐竜を。この子もおとなしい？この世界に呼んでしまったみたいです。どうなんやろ。今度は波乱を起こす恐竜やったりする？今度こそ3体目にして。なかなか素晴らしい。なんか満足げやけど。てか自分を襲わん保証とかあるんかね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。
いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんかさ、漫画とかでもよくあるやん。自分で開発した、自分が呼び出したものに襲われるみたいな。だってね、懐いてるわけじゃないやろうし。その辺の心配はなんもないんやろうか。疑問やわ。